都心のオフィスビル。その中にアスリートの腸内細菌を研究するバイオベンチャーがあります。率いるのは旧清水市出身で J リーグでも活躍した元プロサッカー選手の鈴木啓太さん。引退と同時に起業、掲げたミッションは全ての人をベストコンディションに。その思いに至ったきっかけはあるサポーターからの話でした。俺 J リーグ開幕した時40だったけど今もう60過ぎなんだよ、毎週末そんなスタジアム行って飛び跳ねたりすることできないんだよって言われた時にはぁって思ったんですよ。起業を志したのはスポーツ界に恩返しをするためです。一度外に出てみよう、外に出てチャレンジして、そして今のサッカー界にないもの、スポーツ界にないものを学んで、そしてまた何かで貢献できたらいいなという思いがあったので。そんな鈴木啓太さんのビジネスの流儀とは、アートだなって思うんですね。何を描いたり装飾したり分かんないですけどして、何を伝えたいかだと思うんですよ。その流儀を学ぶのがラグビー界のレジェンド、五郎丸歩さん。去年現役を退き、プロラグビーチーム静岡ブルーレブズのフロント職員に。現在はスタジアムを満員にするためファン作りを第一歩に、ビジネスの世界を歩んでいます。クラブをやっぱり強くしたりだとか、もっとラグビーのファンを増やしたりだとかしたいっていうのが、根底にはやっぱりあるので、経営サイドに入ってしっかりとビジネス学びながら、ラグビーの業界自体をやっぱり大きくしたい。五郎丸歩が学ぶビジネスの流儀。五郎丸さん、今回のゲストは元プロサッカー選手で、引退後はバイオベンチャーの代表を務める鈴木啓太さんです。そうですね、実は交友がありまして、実は初めてお会いする方ではないという、今日はちょっとリラックスして臨みたいと思います、では紹介しましょう。オーブ株式会社代表取締役の鈴木啓太さんです。どうぞ。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いや、今日は私のなんかこうビジネスの部分をお話しさせてもらうと思うんですけど、僕今日五郎丸さんのビジネスの話もちょっといろいろ聞きたいなと思っていて、すごく楽しみにしてきました。よろしくお願いします。まず鈴木啓太さんの経歴をご紹介します。鈴木さんは旧清水市生まれの41歳。サッカーでは小学生の時に全国大会準優勝、中学生の時には全国大会優勝の経験をします。そしてサッカーの名門東海第一高校、現在の東海大商業高校を経て、2000年から浦和レッドダイヤモンズで16年間プロ選手として活躍、 J リーグ優勝やアジアチャンピオンズリーグ制覇にも貢献され、日本代表としてもプレーされました。2015年、アスリートの腸内環境の解析などを手掛けるオーブ株式会社を設立し、代表取締役として陣頭指揮を取っていらっしゃいます。静岡でエスパルスとジュビロありますけど、そこではなく浦和レッズを選んだというのは何かあったんですか？それがですね、浦和レッズとして例えば日本平スタジアムにこう試合、今のアイスタですか、に行くと裏切り者って言われるんですよ。ものすごい裏切り者って、あそこスタジアムとピッチと近いじゃないですか。言われまして、ただですね、僕エスパルスからもジュビロからもオファーもらってないんですよ。なるほど。なので浦和に行くしかなかったんですよ。なるほどなるほど。実は、もう裏一本で。そうですね。引退まで。はい。サッカー選手を引退する2015年、アスリートの腸内細菌を研究するバイオベンチャーを設立。
ビジネスマンへと転身します。サッカー界の中でこう生きていこうという選択肢はなかったですか？僕が選手の時にこういろんな課題を感じてたんですね、うん、サッカー界そしてスポーツ界を取り巻く環境、うん、で自分自身が選手会の副会長をやってたっていうこともあって、はいはい、その、まあ、俗に言うセカンドキャリアと言われるものに対してもいろいろと、うん、議論がされていて、うん、でそういったこう課題の中で自分自身一度外に出てみようと、うん、外に出てチャレンジして、そして今のサッカー界にないもの、スポーツ界にないものを学んで、そしてまた何かで貢献できたらいいなという思いがあったので、うん、自分自身の中で、あ、こっちの方が大事、うん、今やるべきなんじゃないかということで、まあ、一度こうサッカーから離れるってい う、うん、こう決断をしたというところですね、うん、僕その課題っていうのがやっぱり自分が浦和レッズというチームに所属していて、当時2005、6、7、8年ぐらいですかね、うん、サッカー界の中でこうトップって言われてたんですよ、うん、でそれが、規模的に収益が80億弱だったんですよ、うん、で80億弱って聞いた時にはぁって感じたんですよ、うん、日本の全国民1億3000万人いる中の、うん、10人に1人ぐらい浦和レッズって聞いたことあるんじゃないかとか、うん、それで計算すると、まあ、1000万人ぐらいは、うん、多分浦和レッズって知ってるはずだと、うん、まあ、計算した時に、うん、それで80億かと、うん、それですごいすごいって言われてたのが僕は なんかこうすごく不思議に感じたんですね、うん、あれと、これは社会的にもまだまだ認められてないし、うん、産業としてもすごく小さいなと、うん、なんかそういったこう課題を感じて、僕自身はまあ、こういった腸内細菌の事業をこう立ち上げるんですけど、うん、逆に五郎丸さんもビジネスの世界にこう入られたわけじゃないですか、うん、はい、そういったコーチとかそういったところじゃなくて、はい、そうですね、まあ、コーチ監督で変えられる部分っていうのはもちろんありますし、うん、すごく魅力的なんですけど、やっぱり運営側から変えていける、うん、選手たちがやっぱり戦うピッチを整えたりだとか、そういう環境づくりをやっていかないと、うん、なかなかこのラグビー界っていうのが発展していかないなと、うん、まあ、それはもう本当に選手たちの給料面もそうだし、うん、お客さんがやっぱり見に来た時の環境もそうだし、うん、なんかこうウィンウィンな関係をやっぱり作り上げるためには自分がやらなくちゃいけないことっていうのはおそらく監督コーチじゃないなっていうところが大きかったっていうのはありますかね、うん、現在はアスリートの腸内細菌の研究をもとにサプリメントの販売や個人のヘルスケアなどに展開。実はこの事業の原点は少年時代に遡ります。サッカーどころ清水でプロ選手を目指していた鈴木さん、中学時代の全国優勝をはじめ静岡県を代表する選手として活躍を見せました。その姿を近くで見てきたのは栄養士でもある母です。そんな母からずっと言われ続けてきたことが、子供の頃に母親から腸が一番大事だよって言われて育ったんですね。だからどんな便が出たのか見なさいっていつも言われていて、うん、で当時はですね、母親に何を言ってるんだこの人はって、うん、そういう感情を抱いてたんですけど、うん、まあそれもこうずっと続くじゃないですか。で中学生高校生ぐらいになった時にはもう腸内細菌の資金の入ったサプリメントを飲んでたんです、はい、友達からそれ何飲んでんのって言われて、あのビタミンって腸内細菌飲んでるって言ったら頭おかしいと思ったんででプロ生活の時もお腹で少しコンディショニングっていうのを意識していて、お腹を冷やさないとか、海外遠征必ず梅干し持ってったり、食後は必ず温かい緑茶で締めたり。そして母の教えを実感する出来事がありました。アテネオリンピックの最終予選だったんですよ、はいはいはい、でこの時に UAE のドバイに行って
2週間3週間ほどこう滞在してたんですけど、23人中18人がお腹を壊してすごいコンディション悪くなったんですね。で僕はそのお腹を壊さない方の5人のうちの1人だったんです、うん、その時にお腹のこうコンディションってこんなに大事なんだと、うん、例えば筋肉系の怪我とかそういうのと同じぐらいお腹の調子が悪いってパフォーマンス出せない一つの大きな要因だと思っていて、これ大事なのになんでみんなやらないんだろうなとか、なんでこういうことをメディカルチームとかが言わないんだろうなって思ってたんですよ。じゃあそれで自分自身が引退するちょっと間際にそういったことができるかもしれないと、技術的な進歩であったりコストが下がったりとかっていうことがあって、ああ面白そうだやってみよう、っていうところがその腸内細菌のベンチャーを立ち上げるきっかけと、まあ、事業内容になりますね。アスリートの腸内細菌を研究するために鈴木さんが最初に行ったのはトップアスリートの検体、つまり便を集めることでした。孝太郎にちょうだいって話をしたらって感じでした。まずいですねそしたらこの人大丈夫かなってなりますよね。もう本当そうですよ、うん、やばいこの人みたいな、うん、アスリートが今までやってきたことだったり、まあその体作りコンディショニングっていう分野では多分一番、うん、人類の中でやってると思うんですよ、うん、まあそうですね、そういう人たちのデータというものを研究することで一般の人たちのこう健康づくりだったりコンディションづくりに貢献できるんじゃないかなっていうのがその僕らのやっていることなので、なのでアスリートの腸内細菌のデータをまずは集めまくるっていうところからスタートしたっていう感じですね。なるほど。集めるのは便、なかなか難しそうな気もしますが、で僕初めてこのアスリートの検体を集めるときにお願いをしたのが、うん、はい、松島幸太郎選手なんですよ。でプライベートでも親交があったので、はいはいはい、でこの会社を立ち上げてまずはアスリートの便の検体を集めるところからスタートだ、うん、誰からもらおう、うん、ちょうど幸太郎と飯を食べてて、はい、幸太郎にちょうだいって話をしたらって感じでした。まずいですねそしたらこの人大丈夫かなってなりますよね。もう本当そうですよ、うん、やばいこの人みたいな、うんうん、逆に僕がもしくださいって言ったらどう思います。いやまあその付き合ってる中のどれぐらい付き合ってるか、初対面でくださいって言われたらこの人やべえなと思いますよね、うん、まあ、もちろん最初は何言ってんですかってなるんですけど、うん、まあ、このアスリートのデータを集めて何すべきなのかって言ったら、うん、当然自分を応援してくれる人もそうだし、うん、次世代のアスリートのためになる研究になる、うんうん、トップアスリートの人たちはいいかもしれないって思ってると思うんですよね、みんな。だけどそのピラミッドの下にはその日の目を見ないアスリートたちもいるわけですよ、うん、一般の方も含めたピラミッドで見れば、うん、コンディショニングとか身体的な能力とかっていうのはピラミッドの上の方にいるわけじゃないですか、うんうん、この人たちのデータって必ず皆さんの役に立つだろう、立ちますね、うん、っていう話を小太郎にしたらですね、わ、うん、かりましたって言って持ってきてくれたんです。こうやって持ってきたんですか今はですねさすがにこう検査としてこう送ってもらうんですけど、うん、当時はですねまだ発泡スチロールに冷凍の何て言うんですかアイス、うん、ドライアイスみたいなの入れて、うん、冷えた状態で持ってきてもらったんですよ。鈴木さんのこれまでの人脈と熱意で数々のアスリートを説得、現在では950人分
2200検体、競技数も40を超えます。検体が順調に集まる一方で、ビジネスにおける大きな壁に直面しました。理論上分かります、はい、やっぱりあのピラミッドの頂点にアスリートがいて、はいはい、その人たちから腸内のことを調べたいって、検体調べてっていう、はい、ただそれはまあ何でしょうね、理想であって、うん、会社でやる以上資金調達って間違いなく必要になってくると思うんですけども、はい、そこでなんかこうご苦労されたお話とか。いやもうこれがですね、うん、やっぱビジネスにおいてあの本当に大事なことだなと、うん、まあ、当然理解はしてたものの、やっぱり研究開発型のベンチャーってこんなに難しいんだっていうのを痛感したところで、当然それが腸内細菌の分野が伸びていく可能性もあるよね、でその中でアスリートユニークだよね、ああこれっていいモデルだよね、じゃあそれってどういうふうにしてお金稼ぐんですか、要するにこの両輪回していかなきゃいけないものであるのが、なんか僕らはその五郎丸さんおっしゃる通り、理想はすごいけれども、じゃあ実際それソリューションとしてどうなるのっていう、こっち側をあまり考えられてなかったんですね。どうしよう、お金がどんどんなくなっていくんですよ、研究やると。これはもうあと2ヶ月で会社が終わるっていう瞬間まで来てですね、まあ、この時にあの本当に何でしょう、半年間寝れなかったですね。あと何ヶ月で資金が底をつくっていう状態が、カウントダウンが始まるじゃないですか、それ2ヶ月とか1ヶ月ぐらいまで行ったんですよ。まあ大変でしたね。設立当初から二人三脚で事業を進めてきた役員の田中さんは、辛かった当時のことを振り返ります。思い詰めてる感じといいますか、どこに打開策があるのかなというのは悩んでいる印象というのはあったと思います。まあ、本人強いのでなかなかそこは表立っては見せていなかったかなという印象ですね。一人思い悩む鈴木さん、先輩経営者に心中を打ち明けます。お前なんて顔してんだって言われたんですよ、お前ひどい顔してんなって言われてで、そうですかみたいな、お前昔の顔と全然違うぞって言われて、なんか大変なのみたいな、いやめちゃくちゃ大変なんですよって言った時に、そんなしけたつらしてたらチャンス来ないよって言われたんですよ、自信満々に話してくれる人のところにお金出したいじゃん、逆にいやもう大変なんです、もうあと2ヶ月で終わっちゃうんですっていうところに、えそんなところお金出したくないでしょみたいな、そりゃそうだってなるわけですよね。どん底から這い上がるために明るい顔で資金集めに歩み出しました。それでも投資家からは、プレゼンとかこうピッチとかいろいろするわけじゃないですか、で事業計画でこう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 いうふうに積み上がっていくんでって話をしても、その人はふーんっていう感じでいるんですね。でその人にパッて言われたのが、いやさって、なんか当然今のフェーズでは事業計画ってしっかり引かなきゃいけない部分もあるけど、社長には分かって、そういった事業計画分かってるけど、でもなんかもっと大きな夢語っててほしいんだよねと、ビジネスの流儀、社長は大きな夢を語れ。だから当然こっちの理想論ばっかりで最初走ってたものが、だんだん事業をこうしっかり作っていかなきゃいけない、でこういうふうにビジネスがこう回っていきますよっていう話をした時に、今度こっち側が小さくなっちゃったんですよね、こっちの夢とかこういう世界を作りたいんだっていうものが小さくなって、こっちの話ばっかりし始めたんです僕が。そしたらその人が、いやそんなためにお金出すんじゃないよって、世の中変えたいんでしょって、だったらあの月に行くぐらいの
こと言ってもらわないと全然こっち面白くないよって言われて、はあって思ったんですね。鈴木さんはビジネスの先輩から学び続けました。でもさ、大丈夫だよ。何が大丈夫なんですか。いやいや、そういうあの精神的な話はいらないんですみたいな。いやいや、全然大丈夫だから。だってさ、悩んでる時間あるんでしょって言われたんですよ。悩んでる時間あるんでしょって言われて、はあ、いやそれはだって悩むじゃないですか。いや、だからその悩む時間を行動に変えればいいんだよって言われたんですよ。ビジネスの流儀、悩む暇があれば行動しろ。要するに、なんか悩んでも、悩むって結局答えのないものを悩んでるわけじゃないですか。だったら考えなさいと。悩むんじゃなくて考える。でも考えた先には行動しかないんだと。悩んでる時って行動にはならない。だから考えて行動、それを悩んでる時間をその時間に変えたらって言われたんですよ。だからまだまだ時間あるよ。そっから先も、もうめちゃめちゃ企業さんとか投資家の方とアポ取って、僕ですね、多分100社ぐらいプレゼンしてるんですよ。鈴木さんは逃げることなく難題に挑み続けました。すると、元アスリートだからこそ感じる境地に達します。ビジネスの流儀、スポーツもビジネスも反復。正解って一番最初から投げれないじゃないですか。でもなんかちょっとずつこう投げていくうちに、あれ、もうちょっとこうした方がいいな、こうした方がいいな、こうした方がいいなって言って、やっぱ自分の型みたいのができていくと思うんで、やっぱ結局どれだけなんか、まあ考えて行動して、考えて行動して、考えて行動してのをこう繰り返しできるのかなみたいな。でもそれってサッカーでいう、ラグビーでいう反復練習じゃないですか。でそれを最後試合でどうするか。なんかこの辺りってほぼほぼスポーツと一緒だなって思いますよね。そうですね。諦めずに考え行動し続けた結果、2ヶ月で目標である3億円を調達できました。まあ、それこそあのスポンサーさんがいらっしゃって、そこが我々に対して、まあ、投資ではないですけども、しっかりお金を払っていただいている、我々は多分おそらくこう考えてるんだろうな、だから我々ってこうアクションしていかなくちゃいけないよねっていうことを、頭の中で考えてるんですけど、実際にその方とお話しさせていただくと、全然そこまで考えてなかったりとか、自分が考えてたのと真逆言ってたりとか、するんで、あ、なんか考えてる時間ももちろん大事だと思うんですよ、大事なんですけど、やっぱり面と向かってあの意見交換といいますか、ちゃんとしていくのってすごく大事だなっていう。次回、鈴木啓太さんが目指す理想のビジネスとは。まあ、全ての人をベストコンディションにっていうのが我々のミッションではあるんですけど、鈴木啓太さんの瞳にはアスリートや次世代のスポーツ選手、さらにサポーターやその家族までもが映っていました。自分たちが得たものを一般の人たちに還元していって、それをまたさらに研究をしていくみたいな循環型のビジネスモデルを作りたいなと思ってます。元アスリート同士がスポーツ界への熱い思いを語ります。人生そのものが僕キャリアだと思ってるので、まあ、やっぱ当たってみないと分かんないっていうのは自分の中で自負としてあるんです。五郎丸歩が学ぶビジネスの流儀、次回もどうぞお楽しみに。